早部です。今日は弘前公園に来ています。桜の季節もすっかり終わったんですけど、新緑は綺麗な季節になってましてね、こうやってちょっとお堀のね、緑だとかを見ながらくつろいでたところです。ベンチに座ったりしてるとね、こうやって意外と餌をもらえるんじゃないかと思って鯉がすっげえ集まってきます。こういうの初めて知りましたよね。あとね、公園内の、新緑だとかもね見ていこうかなと思っておりますね。東門口の方からね行こうと思います。モミジだとかがねこう青々と実をつけて、あの葉をつけていながらね、少しもう変色してるところもあるんだよな。でやっぱりなんだこれ、門をくぐるところでやっぱり見た目は全然変わりますね。この時期の弘前公園来るの初めてですけれども、桜の時期、紅葉の時期、冬、全然違う生命感のパワーがすごいですね、この時期ね。あ、この時期もいいね。おう、ここだけなんだろう、楓かな、色目が違う木がありますね。へえ、青々としてる中にねこういうのもあるんだな。いつもとはね違うルート歩いてみてます。あー、こんなでかい松あるんだ。へえ、すげえな。おー、すごい。ここが弘前市古木名木ね、鶴間崎。これのことかな、こっちの奥かな。そうね、サルスベリみたいにこう木の、あ、いやではないか、木自体の表面のね皮自体はあるけれどもね、うん、多分こっちのことかな。うん、だからどれもねすごい立派な木ですね。お、こんなところがあるの知らなかったな。老木で折れて、その上からいろいろこう、あれか、違う植物が生えてきてるんだ。ああ、すごいな。でこの辺はなんだろう、雪囲いだとかをした木だとか竹をまた集め直して干してるんだな、きっとね。何か今囲ってるっていう感じじゃないもんね。ああ、なんかすげえいい雰囲気だな。こういうのもね、目的なく歩いててふと見つけるっていうのはいいですな。はあ、はあ、こういう景色も知らなかったな。この建物何なんだろう、よくわかんないけど、ちょっと休めるようなところなのかな、あるいは普通になんか貸し出ししている会議室みたいなものかもしんないな。あー、ツツジ、日が照ってるところはねすでにもう結構枯れてきてるけど、日陰だとまだまだ満開ですな。あ、綺麗だわ。あ、まだつぼみのやつもあるね。ここにも弘前市のね古木名木ありますね。県の天然記念物ネズコ。幹の周りが5メートル70。こちらにもね弘前市古木名木ありました。根津子だそうでね。あ、樹齢500年以上なんだ。で幹の周りが5メートルちょっと、高さが20メートルぐらい。ああ、だからやっぱ真っ赤だな。青森県が自生の北限だそうですね。築城以前から自生してるんだ。へえ、すげえな。あとは、あ、木の皮がひなわ中のひなわとして利用されてたんだ。おお、すげえな。へえ。お、北門口、初めて来たな。亀の小橋。あ、全然雰囲気違うね。お、堀でもこういう、ね、水草が生えてるんだ。北門だから日当たりはよくないと思うんだけどな。南とかじゃなくて北の方はこういうもの生えるんだ。あ、だっか、こっちもだけど、あの辺は生えてるね。へえ、こっち初めて来たな。
て、あとはね武家屋敷があるのでちょっと見てこようと思います。新規さん知らなかったな。へえ、いろいろお酒も売ってるんだ。タバコ、あ、タケノコ売ってる。あー、ネマガリタケだ、美味しそう。へえ、ミシュランガイドで興味深い場所。へえ、まあそりゃそうだよな。へえ、商品を中心に取り扱ってきた商家なのか。へえ、なるほどね。ははははははは。へえ。いや、面白いな。ちょっとね、曲がりたけとかお酒買ってこうかな。ああ、ここのところで。保存地区がありますね。こっちかな。行ってみましょう。武陵公会の武家屋敷があるな。いくつかあるんだね。ここが旧笹森邸だそうですね。ちょっと見てみようか。玄関なんですね。ちょっとここ高いので他の。ほうほうほう。なので管理の時間がないから、ここでここが玄関で。ああ、なるほど、そうなんですね。へえ。で庭があってっていう感じ。ははは、ああ、なるほど。ただこれもあの元建物焼きなので、やっぱり庭もこれ作ったのでイメージは入ってます。ああ、なるほど、そうなんですね。はい、あ、あの。まあ、右側にあるあの太くて曲がってる木はこの場所にあった木ですけど、ああ、はあ、なるほどなるほどなるほど。ああ、そうなんですね。あれで樹齢何年ぐらいなんですか、あの木で。聞いたのはおよそですけど、はいはい、250年ぐらい。へえ、じゃあ結構やっぱ古いんですね。あれ、はい、これ一応これ概要載ってるな。あ、分かりました、ありがとうございます。これ家解体するときに市の方でこの家を調べて、まあ、市が持ってる昔の資料なんですけど、その武家屋敷の平面図が載った台帳があるんですけど、それに間取りとか柱の位置が一致して年代と名前が分かったと。それが約270年以上、1750年代の建物で、当時笹森伝三郎という武士の方が住んでたっていうところはあのその資料で分かったと。ただ身分とかは分からないっていうか、寄贈した人は小野さんって別な方なので、いわゆる代々の家ではないっていうか。なるほどなるほど。ただ場所的にこの辺り中級または下級の武家屋敷があったとこなので、だから中下級の武家屋敷って大きくくくってると。なるほどなるほど。上級の武家屋敷じゃないのは確からしいので、なるほど、分かりました。
こがあと2つぐらいある武家屋敷、あもう3つぐらいある武家屋敷の1つかな、もう2つで連なってるって話聞いたのでね、ここは旧伊藤家住宅、旧梅田家住宅ですね。まあ庭園なんかにはね、うん、後で作り直したものとかはね資料に基づいてってことではあるんですけどね、趣ありますね。ああ奥はかやぶきだ、建物もね3キロところは改築したりとかしたみたいだったんですけど、こっちの方は建物をそのまま持ってきたっていう表現だったかな。だ位置をちょっと動かしたりとかそういうことはあるみたいですね。お邪魔してます。どうぞ。じゃあ、あそこはかまどですね。食器棚とかさて、こちらの方もお邪魔しようかな。一応管理員さんに挨拶しました。こちらは今から200年ほど前に津軽藩の藩の居住区だったんですね。へー、診察室があったりとかねっていうなんだ。なるほど。で、あ、そうだね、これは建物を移設したって形みたいですね。おー、こちらが旧岩田家住宅ですね。
ここは敷地ごと寄贈されたところだそうですね。県の重要文化財かな。うん、だからさっきまでのところはね、建物はかやぶきだ。建物が移設されたりとかね、一旦こう老朽化したのを建て直したりしてたみたいですけど、こちらは建物も敷地もね、そのまま寄贈されたものだようですね。江戸時代後期の間取りをある程度復元してるんですね。管理人の方にはね、すでに入り口でお会いしてましたので声かけてます。はあ、だけど松もね、結構こう曲がってる、ちょっとね、趣があるものを好んで植えてたのかもしれないですね。で、ここがもみじかな、うん、はあ、岩竹先祖ってなってるね。あ、上杉謙信家の家来の方から代々続いてたんだ。へえ。ほう。へえ。かっちゅ。ああ、ここも日本刀ありますね。脇差しを刀かな。神棚がある。これも年季入ってんな。入りましたね。ひとまずね、武家屋敷はこれで一回りしました。アベンでした。ご視聴ありがとうございました。